大変お忙しい中に旧高宮海島系住宅の開園並びに開館式典にご出席をいただきまして誠にありがとうございます。式典に先立ってなんですけれども、まあ、今日はできれば晴れが良かったなという気もしていたんですが、この雨のおかげでですね、花粉が抑えられた、そしてまたこの日本家屋というものは非常に雨がしっとりと色気のある、良さが、そしてまた雨が降ったとしてもこれだけ、明るい形で式典ができるというのは、これは大変ガラスということで外の緑が大変中にも入ってきて、その気持ちよさも感じていただける、まあ、そんな日になったのかなというふうに思います。この旧海島系住宅の活用を心待ちにしていただいた皆さんには大変長らくお待たせをしてしまったわけですけれども、着手前の状況からは本当に想像できないくらいのですね、素晴らしいものになって今日皆さんと共にオープンをすることができました。素晴らしい邸宅をご披露いただいた、今日もご出席いただいております海島系の皆様方、本当にありがとうございます。そして、地域の皆様方、そして、今日コロナ禍にもかかわらずですね、この歴史的な邸宅の活用という新しいチャレンジに手を挙げていただいたポジティブドリームパーソンズをはじめとした事業者の皆様方、そしてご出席の市議会議員の先生方、本当にお力添えありがとうございました。歴史的に、まあ、このような貴重な建物を活用するということはですね、原則としてまず耐震とか防火、こうした安全面を今の法律の基準に合わせるという必要があるわけですが、これを厳格に適用いたしますと、せっかくのこの邸宅の良さが失われてしまうという問題があるわけですね。また整備や運営をこれまでの公共施設と同じように、市行政が全て行うということでは新しい魅力は生まれません。そこで今回は、規制をしている法や条例を柔軟に適用して安全を確保しながら邸宅の良さを残して、さらに民間のノウハウを生かす仕組みを導入いたしました。まあ、具体的に言いますと、柱いっぱい立てなきゃいけないわけですね、今の基準に合わせると。でそこを柱を立ててしまうのではなくて、壁を柱代わりに使うといったことですとか、防火対策ということも大事になるんですが、これは IH を使って火を使わないということでクリアするなどして、もともとの邸宅の良さを生かすというような形で今回再現をしたわけでございます。でこれによって歴史や伝統、そして雰囲気を感じていただきながら、福岡をはじめ九州の厳選された素材を楽しめる、こちらのレストランですとか、海島家の歴史を紡ぐブックライブラリー、そして都市部にあっても自然を感じながら散策や癒しを感じられる園内や散策路、そして緑に包まれた国内外からのハイクラスなお客様をもてなすことができる開放的なホールといったたくさんの魅力が詰まった素晴らしい施設にすることができました。また南区としてこういう集まるのができたというのは本当に良かったですよね。この邸宅は以前お住まいに、以前はですね、多くのお客様をお迎えしておもてなしをしたというふうに伺っております。生まれ変わった旧高宮海島家住宅もお越しになる皆様に四季折々のその風情、風景、安らぎを与える場所になりますよう、そして市を代表する迎賓館として、ぜひ福岡市としても活用させていただきたいなと思っています。今から20数年前にですね、市長公社というのをこれ売ってしまっていて、姉妹都市だとか海外から、に行くとですね、こういったその公邸のおもてなしをしていただけるんですが、福岡市の場合は持っていない、知事は知事公社あるんですが、福岡市はなかったので、まあ、これまでレストランなどを使っていたんですが、まあ、まさにこのような場所であると、日本というものを感じていただきながらおもてなしができるなということも楽しみにしていますので、今後コロナが明けて国際交流がまた盛んになった時には、この場所をたくさん活用させていただきたいなということも思っております。ぜひこれからもこのハードができましたので、これから皆さんでいい形で活用して、そして皆様から長く愛され、そして海島家のこれまでの歴史などをですね、しっかり次の世代に紡いでいけるように我々としても期待をするところでございます。今日はたくさんの皆さんのご協力のおかげで完成、そして開園を迎えることができることを改めて感謝を申し上げまして、挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございます。